麻雀ファンの皆さん、こんにちは。本日は第12期グランプリマックス二次予選 E 卓の模様をお届けしております。実況のエリカ・マイコです。どうぞよろしくお願いします。そして本日の解説は現グランプリマックス本田智弘プロです。よろしくお願いします。お願いします。それでは対局の準備が整ったようです。第12期グランプリマックス二次予選 E 卓、では4回戦開始してください。4回戦スタートです。さあ、立ち合い人吉田忠の合図によって4回戦が開始となりました。それでは座り順から紹介してまいりましょう。ちいちゃから今野慎太郎、なんちゃ三浦智弘、シャーちゃ森下正人、ペイちゃ古川浩二の並びでスタートしております。ドラはいいそうです。なお一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われております。5回戦を戦い上位2名がベスト16に進出となります。さあ、もうあっという間に4回戦までやってまいりました。さあ、今回はトンの1曲、今野の親番です。今野さん、いきなりあ、手配ですか。です、ね、わ、初があんこですね、うん、ドラ受けもあります。今日は本当早いですよね。そうなんですよね、はい、本当に一半ちゃん、はい、50分弱ぐらいですか、はい、10分ぐらいですか、あっという間に過ぎていきます。まあ、僕は解説不慣れだというのもあって、こう皆さんこうスムーズにこなしてくれてるんですかね。どういうことですか。対局者の皆さんですか。はい、対局者が長引かせるとちょっと大変そうだと、はい、そうですね。そうですねって。ちなみに、はい、誰の解説が自分的に一番こう聞きやすいというか、はい、勉強になるなっていうのはありますか。はいはい、うーん、そうですね、はい、なかなか難しい質問ですね。あ、ドラアンコだった。あ、ちょっと逃げましたか。解説者としてというか、自分がこう解説するならこの人の解説みたいにしたいなみたいなのでもいいんですけど。あ、もっと難しくなってきますね。あれ、うん、ちょっと考えておいていただいて。なんかね、やっぱり聞いてて面白いなと思う解説がいいのか、的確に拾う解説がいいのか、なるほどなるほど、ちょっと、ね、笑いも入れつつっていう解説もいいのかっていう、難しいですよね。すごいですね、そこまで考えてるんですね、はい、何がいいんですかね。難しいですよね、はい、さあ、そうこうしているうちに、さっき言ってましたね、ここがドラがあんこですが、まだまだ苦しいちゃんた系の形です。初があんこでなかなかこのイーシャン店から進まない今野。古川さんもそろそろこういうのね、決めていかないと。そうなんですよ、と思うとこうやってかわされちゃいそうですよね。ああ、完成そう入った。さあ、これで転敗。そう、本当にこういう勝負手が入った時に限って古川はあっという間に周りから流されてしまうという展開を今日よく見ますね。そうですね、ただちょっと待ちは薄いですか、まだ。そうですね、はい、さあ、こちらはスッチーマンの転敗ピンフです、うん。勝負手にはなりそうですけどね。はい、さあ、チーズも持ってきました。パーソーが番2枚切れですか。パンパーソーが若干弱いですが、はい、そしてここにパーソー2枚いるんで、もうないんですね。そうですね、今日は苦しいですね、古川さん。いや、本当苦しい。勝負手になりそうな時に、さあ、ただあっという間に森下にかわされてしまうか。親番はこちらの今野です。ああ、チーピンから入りましたよ。さあ、イスソーリーチです。さあ、イーソーは古川にあんこ、残り1枚高めのドラもありますね。あとはまあ森下さんがどこ、あ、うわーという間、嬉しいですね、これは。そうですね、リーチが入ってすぐでしたからね、うん。さあ、ピンフツも400、700のツモ上がりです。親からがリーチ入った直後というのはほっとしますね。さあ、森下の上がりでさらっとトンの1曲終わりました。本の2曲です。三浦の親番、ドラはパーソーです。ドラのパーソーが1枚、ピンズ両面ターツ、番頭候補なども見えます。まあまあですか。チーソーがこれで3枚ないということで、
こういうペンちゃんのドラターツを持っている人たちにとってはちょっと苦しくなりそうですね。ドラドラ、あ、ドラドラ、これで変わりますね。まあでももう森下さんも古川さんも、はい、やっぱり近野さん三浦さんの親番はそう簡単にやらせたくないんで、はい、はい、さあ現在ポイントがどんどん離れていきましたね。2着、まあ、2着までが勝ち上がり、5回戦が終了した時点で2着までの選手が勝ち上がりとなるんですけれども、はい、現在2着が三浦の 27.2 ポイント、古川はもう現在 70.9 ポイントも離れている状況になります。さあ古川はすでにリャンソーのポンから入っています。まあ、近野さん的にもやっぱり、はい、あの三浦さんに上がられて、はい、ターゲットが自分になるっていうのも嫌なんで、うん、はいはい、ここはやっぱりみんなが三浦さんの親を落としに来るっていうような状況が5回戦までは続くんじゃないですかね、はい、なるほど。追う側の森下古川だけでなく、はい、このトップ目を維持したい、はい、このポイントをさらに広げて、まあ、狙われる立場から離れたい今野もここはしっかりと落としに来ると。そうですね、はい、さあ古川が仕掛けて、さあこれで2フロ目タイヤをいいシャンテンです。サーフィンしてますね。してますね。本当に今日苦しい展開続きますからね、自力でこうなんとか切り開いていきたいところなんですけれども、さあ今度もイーソーがあんこになりました。三浦タンヤオの形です。三浦さんもねドラドラなんでね、行きたいんですけど、こちらですね、この手配です。古川さんとしては三浦さんがドラドラなんで、はい、まあ、若干勝負してもらえる可能性はありそうですけどね。スッチソのテンパイが古川に入りました。三浦が前に出てくるかどうか。さあチーソーはもう山にはありません。スーソーが残り2枚、薄いとこ積もりました。さあタンヤをドラドラ、千二千のつも上がりです。さあ古川が仕掛けて仕掛けて、ここは上がりにつながりました。そうですね、はい、ここはもっとポット欲しいですよね。そうですね、本当にこの4回戦でなんとかトップを取って行かないと本当にポイント的に苦しくなっちゃいますね。まあ本当に今野さん三浦さんあたりとトップラス決めるのは一番理想ですよね。はい、さあ何の3曲です。森下の親番ドラは白です。さあソーズ1メンツ、ピンズ1メンツ、手形かなりいいですね。さあドラの白が1枚見えます。こちらは古川本一ですか。はい、マンズが多い形です。ここも関数ピンを引き入れた三浦です。さあこれで自敗とマンズのみになった古川です。まあ白重ねたいですね。はい、そうですね、打点、まあ、森下さん面単ピンですか。まあ親番なんでそのままリーチも、まあ面単ピンしそうだな。こちらですね、はい、そのまま、あ、なるほどなるほど。さウーマンのくっつきを持っている森下、さ3ピンこちらを持ってきましたのは今野です。さどんどん持ってきますよ、うん、マンズいいですね。いや、ここは決めたいですね。決めたいですね、はい、ただまあ三浦さんもくっつきというか、本当ですね、
ああ、いった。さあ、まずはチーマンのポンからです。当たり前のようにポンしますね。三浦さんは差し子見えましたね。3枚1枚浮かせてますね、うん、そうですね。やっぱりいいペコできちゃうと、これですね、はい、やっぱり取りたくなっちゃいますね。はい、イーソートリアンピンのシャンポン待ち、うん、で、ここでマンズが離されて、この古川がさらに仕掛けを入れた形です。さあ、これでイースピン連敗ですか。イースピンリーチだ。さあ、ここはリーチとなりました。さあ、イースピン待ち、イースピンは2枚切れ、程よく良さそうな待ちですね。他者からも切られているイースピン、うん、さあ、イーピンは残り2枚山です。スーピンも残り2枚、4枚山。古川に風呂してこの形、ハクが山にいるんでね。あ、そうですね、古川のところにハクが重なればまだ2枚山にあります。さあ、テンパ維持していた親番の森下ですが、パーピン現物なんですよね。イーペイコーは崩れる形になりますが、現物パーピン、まあ、イーペイコー崩してでもやっぱり親番の継続に意味があるかっていう、はい、はい、考えですかね。はい、ここは昇降しております、うん。まあ、打点的にはね、はい、うん、パーピン、うん、しかしまだテンパイは維持、リーチは打たないですね。そうですね、この後の判断気になります、森下。打たないということはどこかで引くことも考えている。まあ、想図で形よくとか、やっぱりそのリアンピン周りで形よくとかっていうのもまだ視野に入れてるのかもしれないですね。はい、なるほど、後継の天杯に手代わりですね。はい、リアン面などになるか。まあ、これで一旦スーピンが助かった形にはなるんで、はい、はい、ここでリーチですか。さあ、これでリーチとなります。先ほど取ったリアンピンを切って、はい、さあ、待ちは変わりましたけれども、こちら換算ピンなさそうですね。本当ですね、ないですね、うんうん、今野とこちら三浦に2枚ずつなんですね、うん、さあ、そしてイスーピンも減って全然減ってないですね。スーピンが残り1枚、イーピンが残り2枚、1枚減っただけ。さあ、これはイースーピンの勝利になるのか。あ、さあ、ここはつま上がりとなりました。リーチつも、さあ、500銭のつま上がりです。さあ、ここは三浦の上がりとなりました。さあ、大事な古川の親番やってきましたね。そうですね、ここでちょっと、はい、さあ、少しずつですね、ポイントが1回ぐらい上がりたいですよね。はい、本当ですね、うん、先ほど1000、2000上がった古川なんですけれども、うん、ここまで3回戦までがかなり厳しい状況だったので、本当に大きくちょっとトップを取っていきたい。ちょっとね、もう今日展開早すぎるんで、はい、もうここでちょっとぐらい時間使ってもらって、本当に始まってから、はいはい、多分15分ぐらいしか経ってないんですけど、はい、もうトンバ終わるんですよ、はい、どんどん4局です。古川の親番です。まだまだ均衡している3万点付近。さあ、ドラはペイですが、苦しいか今野、こちら今野か。さあ、4と1役。さあ、三浦はこちらです。ドラドラ、ドラドラがこちら、あ、今なったんですね、森下。そして親番の古川がこちらです。古川さんだっていいですね、本当にいいですね、うん、ここで一つ決めたいですよね。さあ、この古川にとって4回戦、ここが本当に勝負どころなんです、うん、古川さん、ピンズのところがね、なんとかなればね、はい、一気に上がりは近いと思うんですけど。そうですね、まだまだ変化もあります。さあ、こちら一面ずつできた。
この3品。ああこれですね。これですね。解消されましたよ。うん、いや手形かなり良くなっている。さあリーチ対応までイーシャンテンまで来ている古川です。古川さんパーソーから行かなかったんですね。あ本当ですね。うん、まああんまり変わんないですけど。できているメンツのパーソーではなく、うん、リャンピンから切ったんですね。さあウーピンは残していきました。お縦に縦に来ている三浦。来ましたね。来た。これは選択か。ここはウーピンでリーチです。ワンズ選びましたね。はい、ウッパーワンチーバ。ウッパーワンチーバ感じちゃった。ウッパーワンチーバになりました。選択ありましたが、マンズを選択して先制リーチはこの親番の古川どうか、うん、さあそして他の3社はどうでしょう。お結構みんなでもないですけど、はい、森下さんも結構行きたい手でしたしね。こちらですね、ドラドラですもんね。まあ、向かいづらいですよね、はい、ウーピンも現物ですし、まあ、今んですか。でもいい押ししてますね、やっぱり森下さんは。そうですね、まあこの古川、まあ、今は2人下で競っている状況になっている古川からのリーチとなっています。ただ本当ドラドラこういう勝負手の時に上がりにつなげないと残り2回戦厳しくなってしまうのは森下も一緒です。そうですね、ルカさんもね、これ上がれないようだったら本当きついですよね。そうですね、この親番でさらっと流されちゃった日には本当に悲しいですよね。さあウッパーワンチーワンは6枚見えている。そうですね、あーさすがに詰まった。さあリーチ詰まったんよ。さあ2000オール、まずはこの連チャンですね。そうですね。さあ2000オールで親番の古川が上がります。一上がりです。一本場になりました。再び古川の親番です。ドラは3ピン。3ピン欲しい。3ピン、3ピン、3ピン、うー、まあ、まあでもドラ受けありますからね、はい。ありますね。白が統一、三層も統一、両面ターツもあるのは今野です。チュンが統一、自身であんこになったな三浦。あ、リャンピンも入ってここもいいぞ。さあ森下がドラドラ、まあ、ドラメンツすでに一つ完成している形です。古川さんここ一人行きで終わりたいですね。本当そうですね。うん、この現状のポイントで終われたらですよね、はい、やっぱり一人受けでも厳しい状況なんでプラス12ポイント入って、はい、自身のこの、まあ、約10ポイントですか、うん、入って22ポイントでもまだマイナスは全然残っちゃいますもんね。そうですね、まあ、ただまずは一つ、そう5回戦までつなげればなりません。さあ形が良くなってきているのは森下。森下さん3ピンになんとかくっつけたいですね。そうですね、もう1枚使い切りたいですよね、うん、3ピン回りは、あ、うわ、これはいいですね。めちゃめちゃいいの引きましたね。めちゃめちゃいいですね、本当に。古川さんもドラ引きましたね。あ、さあドラ受け残っていた古川もドラ、はい、あ、ここも白が自身であんこになった。これちょっと先輩、あ、もうバチバチじゃないですか。さあ玉点に構えます。さあ三浦がローマンと三層のシャンポン待ち、チュンがあんこで天杯を入れています。まあ、三浦さんはちょっと横に伸ばしたいですね。はい、後継の変化などを見たい三浦ですか。
さあ、今度も一歩前進です。今度さん天杯じゃないですか。あ、本当ですね、ペン三品の天杯だ。はい、白があんこでペン三品の天杯。ただ三品は残り1枚山。そうですね、現状の天杯は今野さんも三浦さんも厳しいんですけど、はい、あ、これで官僚層に持ち替え、はい、三浦さんの場合はこういった変化があったと。うん、こうなったら古川さんの雀荘危ないですか。あ、本当だ、こういう変化でですね、うん、いやどうか今打ち出されてしまうのか。いたこか数ピン、数ピンってすごいですね。数ピン、ドラ受けのある、そうなんですよ、ね、中ぶくれなんですけどね。さあ三浦さん、これ三層だったら積もってたんですね。そうですね選択両層に変えたのに。いや、まあ難しいですよね、うん、まあ、全員が椅子を切ってるっていうのもあって、官僚層続行しましたね、はい、うん、あ、さあ再びこれで、うん、合計両ウソ持ちになりました。さあこのままダマテン続行です。これ天杯取っちゃうとドラが宝珠になっちゃいますね。さあこの3品だ、これペン3品で待っていました今野の上がりになります。さあ白ドラ1、2600は2900の上がり。さあどんどん展開進んでいきます。さあこれで難入です。やっぱり下2人がね、なかなか思い通りにいかないですね。そうですね、のタイミングで機械トラブルですか分かってしまいましたか。ピカピカしていますね、はい、次曲ちょっと機械トラブルのため少し時間をいただきそうです。ひとまずこの曲が進行していきます。何の一曲です。何の一曲、今度の親番ドラは数万です。いや古川、ただまだトップ目ですし、あのラス親もありますからね。行きましたねさすがですね、さすがですね、ここから仕掛けていきましたね、はい、あでも本当にもうこのハンちゃんナンバー全部上がりたいぐらいな、はい、はい、今ポジションにいるんで、自分でどんどん他の親を落としていってですね、はいはいはい、そうですね。さあ今度も形良くなっていきます。森下はシャーチャシャーが統一です。古川はピンズ 1,2,3 を鳴いてこの形になっています。チュンのポンテンの形、チュンはまだ山に2枚。なかなか官僚ピンから動くってできないですよね。はい、ネックとはいえですよね、うんうん、本当にこの瞬発力といいますか、はい、でもこのローマン泣かないですね。あ、本当ですね、うん、やっぱりさすがにこのローマン泣いちゃうとチューンはさすがに切ってもらえないだろうっていう。一旦667で持ったので仕掛けも視野に入れてのぶっ目いっぱいなのかなと思いましたが、うんうん、やっぱりそういうところの仕掛けの自身の判断っていうのが明確ですね、うん、まあ、ロックを持ったっていうのはドラがガンコった時も一応あるんで、あ、そうですね、はい、まあ、持つとは思うんですけど、うん、さあ数層入りました。これでメンツ一つ完成です、うん、でもね、やっぱりなかなか官僚ピンから仕掛けてドラドラの勝負手をチュン頼みにしちゃうっていう選択肢が勇気いりますね。勇気いりますよね。本当にこれで絞られてしまったりとか、チュンもちもちだったりとかってを考えて、この勝負手が上がれない可能性をちょっと一歩踏み出すことで、はい、なんか、あ、ちょっと上がれない手にしちゃったかなってちょっと気持ちが、そうですね、はい、うん、なっちゃいそうな時もあるんですけどね。もう勝てる時はっていうパターンにはめてってますよね。うん、うん、これが本当に古川の経験で成り立っている仕掛けだ、はい、さあこちらです。なんかそういう勝負どころな感じの仕掛けっぽく見えますよね、はい、ただまずはリーチを入れたのはこの今野だ、
さあ先制リーチとなりました。リーチピンフ、リャンウーソー待ちです。ドラも1枚。さあリャンウーソーは手の中に6枚、うん、これ2枚山。ちょっと2人で潰しに来ましたね。そうですね、うん、さあ森下も発進していきましたよ。さあこの親番、さらに今野がリードを広げるのか。森下はピンズ7、8、9を仕掛けてこの形です。シャーがアンコ、これは自身の風です。さあすでにパーソー短期の転廃、そしてこれでさらに仕掛けた。あ、パーソーで、あーパーソーだ、はい、さあこれは森下の上がりとなりました。シャー1300点の上がりです。さあ展望のジュジュが行われましたところで、大丈夫ですかね。ちょっと機械トラブルのためひとまず対局の方を中断させていただきます。さあというわけで4回戦目となりましたけれども、はい、本当に一気に進んでいきますね。早いですね、本当に早いですね。さあ、まあ、古川さんにとっては、まあ、このままこの4回戦、まあ、トップで終えたいところではあると思うんですけれども、はい、さあどうですかここまでの戦いで。うん、まあここまでっていうか今のはなんか本当に良かったですよね、うんうん、もう明確に森下さんと古川さんでこう今野さんに親やらせないよって感じだよ。はい、はい、この下の2人も、はい、まあ、2人でこの先を走っている人たちをこう潰し合うというか、はいはい、食い止めに行っているわけですね。まあ、古川さん的にもやっぱりその一旦今野さんがラスに落ちてくれたらそれはそれでいいんで、はい、うんうんうん、はい、さあ現在は4回戦行っております。3回戦が終わったところ現在が、まあ、マイナス 43.7 ポイントの古川がトップ目に立っていることで、この4回戦でまたちょっと状況がガラッと変わりそうですね、はい、面白くなりそうですね。そうですね、はい、あ、ポイントが出ましたね、こちらです。さあこの今の、現在の点数が入って着順が入った状況でのこちら一番右がトータルが出ています。これで、はい、このまま5回戦に進めるようならまだ全然5回戦もトップラスで買わせるようなポジションになるんじゃないかなと思いますけど、はい、並び的にはバッチリな並びで来てますよね。そうですね、はい、はい、現在トップ目、まあ、ポイントがトップ目の今野が、まあ、4着と現状はなっています、はい、さらにこれで加点して森下や古川は、うん、まあ、できればポイントマイナスを減らしていきたいところではあります。そうですね、まあ、この4回戦もまだ森下さん古川さん親番残ってますから。そうですね、全然詰めれますし、うん、今野さんも受けに回れば相当安泰なポジションというか、はい、5回戦を有利に戦うことはできると思うんで、うん、三浦はどうですか。先ほど言っていたように、はい、そのこれから5回戦になった時に、はい、まあ、その 3,4 着に着順が近い2着の人が、はい、ポイントが2着の人が狙われやすくなってくるじゃないですか、はいはいはい、今入れ替わってますよね。そうですね、はい、三浦の方が今ポイントを現状は持っているという状況になってきて、はい、そうするとまた突き放して狙われるところから離れたいっていう気持ちもありますか、はい、そうですね、ただまあ三浦さんはもう本当に1000点上がるだけで浮いちゃうんで。そうですね、はい、その今はなんかポジションどうのこうの2番でどうのこうのっていうかはこの4回戦を浮いて終わりたいっていう。なるほど、はい、そういう考えが結局5回戦目には自分に有利に働くって感じじゃないでしょうかね。うん、さあ全選手にとってこの大きな4回戦、さあ再開となりました。対局が再開されました。何の2局です。三浦の親番、ドラはウーマンです。さあドラの両面ターツができている古川、今ジャン投候補もできました。こういう機械トラブルってやっぱり皆さん気にするんですかね。あ、なるほどちょっとまあ上がってくるはずだったハイドが変わってきたりってことですか、はいはい、え、気にされますか。ちなみにあ、負けた時だけしますねあれのせいじゃないかっていう、ね、占いみたいですね、なんかいいことだけ信じるみたいな、うん、逆に悪い時はあれのせいじゃないか、うん、あ、そうですよね、なんか結構ねそういうのを考える方もいますけど、うんうん、まあ、
逆にこの小休憩みたいなのが挟んで一瞬こう気持ちが途切れないかも心配になりますよね。ああはいはいはい、うん、僕気持ち途切れた方が結構、あ本当ですか、もう一回、はい、考え直せていいんですけど。ああなるほどなるほど、対局中によく考えちゃうんですよね僕の場合は。一個前の局面とかですか。とかそうですね。ああなるほど、はい、ちょっと切り替えの時間ができてむしろいいっていう時もあるんですね。そうですね。さあ三浦の親番、今野の手形かなり進んできていますが、三浦も白が統一です。三浦さんこのまま本一いきますかね。そうですね。あ古川さんドラドラ、本当だ。さあ古川はドラドラ本一、こちらの手牌さあ、イーピンがあんこになりました。もう一杯何を打っていきましたね。そうですね、はい、まあでもまず今野さんもねそんなに焦るほどではないと思うんで、はい、仮にラスを引いたとしても、うんうんうん、まあまだ25,400点、そうですね、全然減点復帰できるような位置でもあります、うん、本当になんか大きくやられないように。そうですよね、はい、そこの方が大事ですか、はい、さあ古川は一歩進むか、なかなか進まないドラドラなんですけれども、さあ今野もそこで手が止まってペンソンソーの達を選択します。ここからマンズを払うには遅くなってしまいますか。そうですね、はい、さあ手広くなりましたね。いいシャンテンです。白がもちもちになった。さあ森下と三浦、テンパイ取れましたね。取れました。さあこれで仕掛けて単用のテンパイ、ウッパーワン待ちです、うん、さあウッパーワン、虎のウーマンも残り1枚。古川も仕掛けていきました。すごい仕掛け入れましたね。マンズの7、8、9仕掛けていきましたね。ドラドラですけれども、これはあ、9万か、全部自分で積もって3個なら上がれるんですけどね。ですよね、ちょっとどうしたら、まあ、あと入ってとかですかね。これ何切るんですかね。そうそう、シンプルにテンパイ。さあこれでテンパイ、カンウーマンです。さあ三浦の親番も維持できるか、カンウーマン待ち。さあただこのパーワン、そうです。さあ今野の上がりとなりました。タンヤオ1000点の上がりです。何の3曲です。森下の親番、さあ1曲終わるごとに現在のポイントを加えてのポイントですね、がトータルのポイントが映し出されています。対局上にも映し出されています。何の3曲、森下の親番です。さあ現在は古川だけが浮きに回っている。ドラワシャー、ソーズが多い形、イーピンがあんこ、ちゃんた系が見える。ここはウーマンからの切り出しは古川です。1の3色ですか。あ、見たいですね。あ、本当だ。イーピンアンコのイーマン統一ですもんね。あ、しかもイーソーが全然誰も持ってない。あ、1枚今野さんか。
まあ、ちゃんとドラドラとかいろいろ、はいはい、打点をつけて何かいいシャンテンですね。もうさあ進んでいきます。親番の森下がやはり一番早いか。さあ今度は薬杯をまだ抱えつつの進行。このいいシャンテンで早いですね。あ、本当だ。三浦さんも早いですね。両ピン切り。さあ三浦はどうか。あ、いいの引いた。さあこれでリーチです。いやこれは嬉しい。ローソーサブローマン待ち。そうですね。はい、さすがにもうイーペーコまでは待ってられない。そうですね、もう単葉ついたら十分ですね。はい、さあサブローマン待ち、リーチピンフ単葉を親番の森下からのリーチです。さあ古川がいったチュンの仕掛けからだ。すごいね、黙っていませんね。一人浮きがいいぞとそんな感じですかね。そんな感じでしょうかね。ドラム浮いてるんですけどね。あ、確かに、うん、そうか、シャーですよね。まあもちろんドラ短期想定だと思いますけど、うん、こちらです。うん、スピン4ピン切っちゃうんだな。さあサブローマンは手の中に3枚、川には1枚、残り4枚山。ちょっと三浦さんも勝負したくなるような形にはなってきたんですけど、はい、詰まりましたね。はい、リーチ単葉ピンフツも2600オール。ここを上がったのは親番の森下です。これは大きいですね。そうですね、これで森下は浮きに上がることになりました。うん、この後どうなるか分かりませんが、ここでまずは一人浮きだった古川にとっては、まあ、二人浮きにこれでなってしまったと。まあ、4回戦で森下さんかわすかもしれないぐらいな。あ、そうですね。はい、どちらがトップを取るのかという状況にもなってきています。何の三脚一本場、森下の親番続きます。ドラバイピン、あっという間に後ろに迫ってきた森下。しかも形がいい。さあこちらは古川です。まあ、森下さんにしてもやっぱり古川さんにしても、はい、現状がお互いが2着にいてくれてるんで、はい、ああ、はい、なるほど。そうかそうか、今までプラスである紺の三浦よりは、はい、うん、ちょっと価値のあるトップにはなりそうなんですけど、はい、三浦さんがまたいいのになってますね。そうなんですよね。この後移ります。こちらです。自身はペイチャなんですけれども、トン・ナン・シャーが統一です。森下も速そう、イーシャンテンで、さらにこの古川もかなり形整ってきています。しかもナンが統一になりました。もちもちなっちゃいましたね。そうか、三浦ともちもちのナン。あ、シャーを自身でアンコにしましたよ。ドラの E ピンを持ってきましたが、イーシャンテンは森下です。まあ、E ピンかリャンピンかっていう感じですか。うん、積極的ですね。行きましたね。さあ古川が仕掛けていきます。難がないんですけどね。そうなんですよ。いやー、さあこの難はこの三浦ともちもちです。目いっぱいだ。さあ数層のポンから入っている古川です。さあこれでピンズと自敗のみになりました三浦の手。
野球層もポン、ローピンもポン。さあこれでトイトイもつくのでローマンの方でも上がれる形になりました。ついまにテンパですね。はい、今野さんも三浦さんも勝負手だったんですけど、そうですね、まあ、この3フール入ってしまうと、はい、あ、ただ三浦がこのリャンピンをチーして一歩前進することができました。いいシャンペン。トンが今野のところ、そしてナンはお互いもちもちなんで、そうなんですよね、はい、森下さん大チャンスですね。そうか、そうですよね。ただこのいいシャンテンから長いですね、森下も、ね、まあ、仕掛けも入って積もらせてもらえなかったですね。そうです、こちらのいいシャンテンです。トン出ますね。あ、これでトンが出ると、あ、三浦が仕掛けてこの9ピンも間に合いましたね。はい、そうなんです。この持っていると森下への当たり牌になっていた、これが間に合ったと。さあ、リャンウーピン待ち、三浦がテンパイです。さあ、リャンウーピン待ち、本一のテンパイはこちら三浦、5200ですか。いいですね。はい、今ナンパですよね。で、三浦はナンチャなので2ペーチャか、ペーチャなので26じゃないですか。あ、ドライチか、ドライチですね。はい、さあ三浦リャンウーピンです。捕まっちゃいましたね。ふう、このリャンピンです。これです、親番なんですよね。ローピンがなくて9ピンが自身3枚、それでもいけますか。いやー、これが三浦の上がり牌です。さあ、本一ドラ1、5200は5500の上がり。いやー、誰よりも早く転敗するかなと思っていた森下なんですけども。そうですね、はい。さあ、仕掛け仕掛けが入って、宝珠に回ってしまいました。さあ、これでオーラスになります。何の4曲です。さあ、古川の親番再びやってきました。ドラは3万です。ちょっと苦しいですね。そうですね、なんちゃの今度はこちら三浦、ピンズで一メンツ、なんがといつは森下、なんがそれぞれに散らばっているんですね。さあ、森下はなんとか浮きに回りたい。そうですね、はい、今野さんはこのまま、あ、一人沈みになった時とかはもう本当にしんどいですね、うん、なので別に全然このまま終わってもいいって思ってると思うんで。今野さんですか。はい、2人沈みで、まあ、このぐらいの素点のマイナスぐらいだったら、うん、今までの、まあ、貯金じゃないですけど、はい、ポイントの猶予もあるのでひとまずはと。このまま終わってもやっぱり2位までと40ポイント以上差があるんで、うん、はいはい、まだ余裕はありますか。はい、さあ、何の4曲、古川の親番になっています。もちろん浮きたいですけどね。はい、うん、まあ、できたらですよね。仕掛けて終わらせに行くんじゃないかなとは思うんですけど。なるほどなるほど、初を仕掛けてですね。はい、さあ、初はまだ山の中です。さあ、森下が仕掛けていきました。さあ、古川はチュン、森下はナンを仕掛けています。さあ、三浦はこちら、三浦さんきついですね、もう、はい、みんながもう終わっていいよって感じ
になっちゃってるんで、はい、早くこう早々に安くても決着つけに来ちゃいますもんね、はい、なかなか連チャンとまではいかないのか、現在チューンを仕掛けてこの形になっています。風花さんの泣けそうだったパーマも重なっちゃったんで、本当ですね。さあ森下がこれで2風呂目、これで天敗です。6球ピン待ち。さああっという間に決着ついてしまうのか。さあこの天敗森下です。このまま終われば親連ちゃんとまではいかずとも、ひとまずこの半ちゃんトップで終えられそうな古川です。そうですね、はい、ただまあちょっと厳しいですけどね。うん、はい、もう少しやはり加点したいところですよね、はい、さあ2段目に入ってきています。さあサクッと上がりたい森下。ちょっとね、上がってもいいよっていう状況なんですけど、はい、まだ打点が見えないんで、結局みんなが補充したくないっていう状況なんで。なるほど、はい、この仕掛けがまあ何点あるのか、特に三浦は1500点、2000点補充できないですし、そうですよ、ね、3万1500点のこの1500点の猶予しかないですからね、はい、そうなんです。古川さんも振ってもトップなんですけど、はい、古川さんの目からそんなの分かんないですし。そうですね、今度は本当に慎重に動いています。そうなんです、三浦も何だけだったらいいんですけど、何ドライチあったらもう沈んでしまうと。はい、さあチュンの果敢です。リン・シャンハイから持ってきたのはスピン。あとはだから走行してる間に古川さんが上がれると古川さん的には助かるんですけど、はい、うん、さあ本当に慎重にならねばならないような点数状況でオーラスを迎えていますね。古川さんも慎重にいってるんで、はい、いや手に力がこもる。できた老僧。さあここはリアンスを切りとしました。まあ、ここトップ逃げ切りの、はい、もうやめちゃいましたね。そうですね、そして三浦さんがテンパですか。はい、さあ三浦が慎重に慎重にしつつ関数満3万、さあ3万数万でテンパ入れています。積もると変わりますね。あ、そうか、そうですね、うん、さあこれは決着がつくのか。3万のドラは残り1枚ですか。1枚だ、はい、数万がいないんで、はい、3万だとは、はい、スモタンヤオドラドラで変わってくるのか。さあ慎重に行きたい、まだ維持。あ、いやトイトイシャンポンに変えてきた。さあこれで何トイトイになります。そうですね、キューピンなら積もってたんですけど、本当だ、古川さんのキューピンだ。トップ取りに来ましたね。いや来ましたね。いやーここはさあトップを取るための判断。うわあ詰まった、嘘でしょ、すごい。さあ残り1枚だったんですね。さあこの1枚のドラを積もって三浦がタンヤを積もドラドラでフィニッシュです。さあこれによって着順も変わることとなります。さあ4回戦はトップから三浦
さあ2着が古川、3着が森下、そして4着が今野。さあ以上の並びで4回戦が終了ということになりました。さあ続きまして5回戦です。